皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は話題の NMN サプリメント、がんと関係というお話です。今回は話題のですね、NMN サプリメントとがんとの関係についてのお話です。最近ですね、老化を防ぐ作用で、若返りの薬として話題になっているこの NMN サプリメントなんですけれども、実際にですね、アンチエイジングの目的で、飲んでいる人もいらっしゃると思います。で、この NMN はですね、老化と関係しているわけなんですけれども、果たして、老化現象の一つとも言われているがんとの関係はあるのでしょうか。NMN とはですね、ニコチンアミドモノヌクレオチドの略で、老化を制御する、そういう効果が注目されています。で、この NMN はですね、体内で NAD、これニコチンアミノアデニンジヌクレオチドと、そういう補酵素に変換されます。で、この NAD はですね、細胞内のこのミトコンドリアにおける ATP というですね、エネルギーの産生に欠かせない補酵素であると同時に、長寿遺伝子と呼ばれているサーチュインをですね、活性化させるということが分かっています。つまりですね、この NMN の摂取によって、このサーチュインがですね、活性化されることで、老化を防いで、寿命を延ばすことが可能なのではというふうに考えられています。このですね、 NMN を用いた人での臨床試験が2021年、昨年にですね、サイエンスという雑誌に報告されましたけれども、肥満のですね、糖尿病予備群の女性にこの NMN を摂取してもらったところ、骨格筋におけるですね、筋肉におけるインスリンの感受性というのが高まって、糖の取り込み機能が改善したということです。で、まだですね、これが糖尿病の予防や治療にどう役に立つのかということは、はっきりしていませんけれども、実際にこの NMN を、投与した、そういう効果がですね、証明された人でのエビデンスとしてですね、重要視されています。さて、そんなですね、 NMN なんですけれども、がんとの関係はあるのでしょうか。まずはですね、がん患者さんを対象とした、NMN の臨床研究というのはもちろんありません。次にですね、細胞や動物実験の研究論文を調べてみたところですね、NMN ががんを抑制する、あるいはですね、逆にがんを進行させるといった、そういう報告は見当たりませんでした。ですので、現時点ではですね、がんと関係があるかどうかということは不明ということです。ただ一つですね、がんと関連して NMN がですね、抗がん剤の副作用である認知機能の低下を防ぐ可能性があると、そういう興味深い研究がありましたので紹介します。昨年2021年にキャンサーリサーチという雑誌に報告された論文です。この研究では、マウスにですね、がんを移植してシスプラチンという代表的な抗がん剤で治療するモデルを使って、認知機能の障害に対する NMN の効果を調べました。実は、抗がん剤の副作用の一つに、認知機能障害というのがあってですね、別名ケモブレインとも呼ばれています。具体的には、例えば抗がん剤治療を続けていると、記憶とか言語、集中力、作業能力などの脳の働きですね、認知機能が低下すると、そういう副作用です。例えば代表的なものとして、物忘れがひどくなったと、そういった症状ですね。このケモブレインは、実はですね、生活に支障をきたすこともある、無視できない副作用で、抗がん剤治療を受けた、がんサバイバーの 70% が、何らかのこういった認知症状を訴えていると、そういう報告もあります。で、ケモブレインの原因はですね、まだ解明されていませんけれども、抗がん剤による脳の構造変化、神経の炎症、あるいはですね、神経再生の障害などのメカニズムが考えられています。で、この研究ではですね、 NMN を投与したマウスではケモブレインの症状が軽くなっていたということです。つまりですね、 NMN に神経を保護する、そういう作用があって、抗がん剤による認知機能の低下を防ぐことができたというような結果です。そして、気になるところですけれども、がんの成長に影響はあったのでしょうか。この研究ではですね、 NMN のがんの増殖との関係についても調べていますけれども、結果ですね、 NMN はがんの成長や抗がん剤によるがんの治療効果に影響を与えなかったと
ということです。でこちらの図のようにですね、 NMN を投与したマウスのグループですね、こちらが NMN を投与したグループで、こちらが生理食塩水の、いわゆるコントロールのグループですね、抗がん剤による治療の有無にかかわらず、この腫瘍の大きさにですね、差はありませんでした。というわけでこの研究ではですね、 NMN はがんの成長には影響を及ぼすことなく、抗がん剤による副作用、ケモブレインの症状を軽くしたと、そういう結果でした。まだ動物実験でのデータに過ぎませんけれども、今後ですね、この NMN に限らず NAD、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドを増やす、そういう治療によってこの副作用をですね、防ぐことができるかもしれません。以上ですね、話題の NMN とがんとの関係はあるのかと、そういうお話でした。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいこと、取り上げてほしい話題がありましたら、コメント欄で教えてください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。